信州はずっとドッキリだと思ってたので、もうひたすら多分撮影中も多分ずっと僕はもうドッキリじゃないですよねっていろんな人に聞いてたぐらい疑ってたんですけど、完成品を見てすごいもう土下座したくなるぐらい素敵な写真集を作っていただいたので、自分で見ててももうちょっと恥ずかしい思いがするかなと思ったんですけど、全くそんな気持ちもなく堂々とこういろんな人に見せて回りたいなと思える写真集でした。今日これを選んだのは、多分今まで僕のことを知ってくださってる方からすると多分本当に見たことのない表情かなと思いますし、一番僕が驚いたのも実はこれで、その衣装もそうなんですけど、もう衣装も着たことのないような衣装で楽しかったのと、あともうヘアメイクが本当にこの時が確か鏡も見ずに作っていただいて、で出来上がりを見た時にもう衝撃を受けまして、それが今でも忘れられないのでちょっとこのページを選ばせていただきました。やっぱり今回は沖縄で撮影させていただけるって聞いた時に、一番行きたいって言ったのがサトウキビ畑だったんですけど、その理由が、僕が人生で一番最初に手にした CD が実は森山良子さんのサトウキビ畑の CD で、それはクリスマスプレゼントでお母さんからもらったやつだ。お母さんからとか言っちゃいけないもん、クリスマスだからサンタさんからいただいたものがサトウキビ畑だったんですけど、でもそれは曲がなんていうか、まあいろんな背景のある曲なので一応にすごいハッピーな曲とは言えない曲ですけども、すごい印象に残っていて、今回沖縄ってなった時に自然に触れたいなと思ってパッと思い浮かんだワードがサトウキビ畑っていうので、それで今回サトウキビ畑を実はお願いしてさせていただいたので、すごい自然体な、特に自然体な表情でいられたんじゃないかなと思ってます。はい、名刺代わりにいろんな人に紹介するのにすごいうってつけですって言われたのが僕は嬉しかったですね。そのもちろん僕を多分ご存じない方の方がたくさんいる中で、その今応援してくださっている方がこれをお母さんに見せました、お姉さんにお姉ちゃんに見せました、でこの子は誰っていう話題作りに、この話題作りに使うっていう言い方はなんかちょっとあれですけど、その話題が広がってってるんですってお話を伺った時に、なんかすごい嬉しい気持ちになって、そうやって広まっていくのは嬉しいなと思いました。意識していることになるんですか？ああ、一番最初にどちらが一言で発するかっていうバトルは僕の中で生まれてます、はい、いらっしゃった方が一言目発したらきっと多分僕に伝えたいことがあると判断し、聞こうって体制に入るんですけど、一言目で、って多分やっぱりこういろいろ考えて多分それが来られるとは思うんですけど、本当一瞬なのでやっぱり頭が真っ白になってしまうっておっしゃる方もいらっしゃるので、その場合はその短い時間でももったいないなって勝手に僕は思ってしまうので、なるべくコミュニケーションを取りたいって思うので、その場合はもう僕からどこから来たんですか言ったりしちゃいます。今、毎週金曜日に仙台放送さん で毎週月曜日に YouTube 上で配信されているモンスターライフという番組がありまして、それの実はエンディング主題歌を担当させていただいています。もう配信も放送もされているんですけど、実はこれを歌ってる人が誰なのかっていうのは今日初めてここで解禁させていただいておりまして、初めて溝口拓也としても初めてのソロ曲ということで、モンスターライフ、タイトルもモンスターライフです。こちらは9月20日に発売される楽曲になっておりまして、デジタルトラックですので基本的には配信で皆様にこうダウンロードしていただくという形になっています。こちら HMV さんとあとアスマートでそれぞれ特典付き のものがありますので、皆さんぜひ予約お願いします。曲自体は初めて僕は作詞の方に実は関わらせていただいていて、自分が言われた言葉だったり、あとは感じていることを、もうつらつらとこう書いたものを今回神田良子さんという方にお願いしてこう綺麗に整えていただき、それで今回の歌詞が生まれたんですけども、
なので自分の普段思っている気持ちもすごい強く曲の中で表れているので、そういう意味でも楽しんでいただけたらなというふうに思っています。はい。